これは森山未来君の脳波で撮ったポートレートなんですけども、簡易的な脳波計を装着してもらって、脳波撮るといろいろな高周波数帯の波がこう混ざって撮れてくるんですが、それを帯域別に分けて、その一番優位な成分を色で表現して、色は非常に重要な意味を持っていて、オレンジが多いですよね。このオレンジ色の成分出る人あんまりいなくて、なんか踊ってる時に多分彼はそう感じるんでしょうけど、こう自分の個の自我の部分っていうのがあんまりなくなって、動的な瞑想をしているっていうような状態ですかね。非常にこう大きなものと自分が一体だという感覚になったような時によく出る、とっても嬉しい時とかで、その時に出る成分なので、あんまりこういう人見なかったので綺麗だなと思って作品にさせてもらいました。